アルグンドガントガイベイは、クリミア韓国の貴族で、政治家、軍人である。フメリニツキーの乱における、重要人物として知られ、関係する諸国においては、ウクライナ語資料では、トゥハイイコールベイ、ポーランド語資料では、トゥハイイコールベイ、ロシア語資料では、トゥガイイコールベイと綴られている。このためか、英語で研究される場合は、タゲイベイ、タグハイベイ、トゥヒーベイ。 ツガイベイなど表記は一定しない。しばしば軍を率いて、ポーランドリトアニア共和国領内を席巻した、引い出た軍人であり、クリミアタタールの歴史のほか、ウクライナ史及びポーランド史において重要な役割を演じた。特に、共和国の衰退の始まりをなしたフメルニツキーのランでは放棄したウクライナコサックに加勢して、共和国の弱体化に直接的な影響を与えたが、 自身はその戦場に倒れた。都外米は、クリミアタタールの有力部族であった、アルグン部族出身の貴族であった。このため、アルグン部族生まれを意味するアルグンドガムの語を名に、関する。アルグン部族は、中央ユーラシアの広い地域で名前を見られる、部族名であり、特に、クリミア半島においては、クリミア半国を構成する四大部族の一角として、 チンギスカンの末裔であるギレ家から選出される藩を支えていた。また、中央ユーラシア地域においては、部族の貴族階級を示すムルザを冠して、ミルザ都外米とも言う。米は、皇位の貴族、軍人の称号であり、都外米という呼称は、西洋史の文脈で、都外公と称するようなものである。都外は、メフメト四世イギレイの知性。 1642年から1644年にかけてオルカプ県の長官に任命され、米の称号を授けられた。オルカプ県はクリミア半国の本土であるクリミア半島とヨーロッパ大陸をつなぐペレコープ地境を要しており、コサックラ敵軍の侵入を阻むオルカプ要塞が築かれたクリミア半島防衛の重要拠点であった。その長官は国境警備と 国家防衛を一任されるというクリミア半国にとってとりわけ重要な役職であり諸公の中でただ一人軍旗を掲げ3000人からなる親衛隊を率いることが許されていた。また1万5000人からなるオールカップの守備隊と支援部隊に加えて国会北岸に拡挙しクリミア半国の支配下にあるエディチュクリ、ジャムブイルク、イエディさん、 無弱の諸の外ヨルダを統括していた。オルカプ要塞の任務において、都外米の権威は揺るぎないものとなった。しかし、1644年のオフマーチューの戦いでは、都外米率いるクリミアタタール軍は、ポーランド王国軍を滑る王官領代へ、トマンのスタニスワフコニエツポルスキ率いる共和国軍に大敗を喫し、およそ4000の兵を失った。 20世紀ウクライナの歴史学者、オーワイ・プリザークによれば、都外米は、ボフダン・フメリニツキーがイスタンブールに抑留されていた1620年から1622年の間に知り合ったという。別の説によれば、敗北したオフマーチウの戦いで捕らえられた彼の、親類の身の白金についての話し合いのために、フメリニツキーがオルカップを訪れた際、二人は知り合ったという。 1644年にメフメと四世議令が失脚し、イスラム三世議令がクリミアの藩になると都外米もオルカプの長官の任から離れた。フメリニツキーの都外米との合流。タタール軍は右側。1648年にフメリニツキーの乱が起こると、3月にイスラム三世議令とコサックとの間で会合が持たれ、 オルカプの都外米が率いるクリミアタタール軍によるコサック支援が決定された。4月半ばには都外米は主君イスラム三世儀礼の命により2万人からなる部隊を率いてムイクイーティンのシーチにいるフメリニツキーの救援に駆けつけた。3000から4000の兵を連れた都外米の到着を待ち8000からなる同盟軍はシーチから出陣した。 都外米引きるクリミアタタールの騎馬隊は1648年4月から5月にかけて、フメリニツキー引きるコサック軍と共に上打ちボーディの戦いで、共和国軍を破った。同盟軍はすぐに北上し、コールスニの戦いでは、マクスイム・クルイボニースの軍が敵の背面を吸収して、先端を開き、都外米の軍はすぐに、これに続いた。コールスニの戦いを制した。 同盟軍は、精神。一方の都外米は、藩の兄弟であり、藩国第二位の地位のカルガイであった、クリムギレイと共に、リビウとザモシチの包囲に参陣した。同盟軍は1648年9月から10月に、かけて、西ウクライナ最大の都市、リビウを包囲して、大枚の大賞金を獲得した。同年12月には、ザモシチを包囲して、陥落寸前まで持ち込 1651年6月に始まった、共和国との決戦、ベレステーチュコの戦いで負傷し、これが致命傷となった。フメリニツキーの第一の名優であった、都外米の他にも、カルガイのクルムギレイが戦死、藩であるイスラム三世タタール軍の撤収に驚いたフメリニツキーはこれを止めようとタタールの陣営に馳せつけたが、逆に捕らえられてしまった。司令官の、 突然の失踪により、コサック軍は混乱に陥り、この決戦で手痛い敗北を喫することになった。同時大臣のミコアイエミオフスキによれば、都外米はベレステーチコの戦い以前にザモシチの包囲中に死亡したとする。しかし、今日の研究者の間では、都外米はベレステーチコの戦いで落命したというのが一般的な見解である。 一連の戦いを題材にした、クリミア・タタールの女子誌でも、都外米の死は、ベレステーチュコの戦いに設定されている。フメルニツキーと、都外米の皇軍。イスラム賛成儀礼は、戦訓に仕えていた、都外米を敵視していた。自身の権力強化を阻む、最も影響力のある敵対者の一人であると、考えていたファンは、コサックへの支援を約束した後、 自分はひとまず出陣せずに都外米に先陣を命じた。これにより、藩は都外米を遠ざけることができたのである。さらにもし遠征が失敗に終わればその責任をこの言う、ことを聞かない家臣に押し付けることができたし、成功すればコサックからの信頼を得ることができると計算した。イスラム三世儀礼はコサックの力を利用して、クリミア反国をすでに衰えが目立ってきた。 オスマン帝国への霊属から解き放つことを計画していたのである。いずれにせよ、クリミア・タタールの取り分けと外米率いた軍は、フメリニツキーの勝利に大きく貢献した。クリミアの騎馬隊によって、ポーランド騎兵の優位は崩された。コサック不評とクリミア騎兵の共同は、共和国軍に対する作戦戦術上の優位を同盟軍にもたらした。初戦で登録コサックが、 共和国軍から反乱軍側に寝返った後、共和国軍はコサック不評と同等の不評戦力を失っていた。そのため、自衛のために騎兵を下馬させなければならなかった。コサックタタール同盟軍の中で都外米の率いた騎馬隊は、進軍の際には、先人の戦闘の際には、前衛の役割を担った。また、戦術的石行任務も遂行した。それ以外に、 フメリニツキーの求めに応じて、主君イスラム賛成儀礼の合意のもと、都外米は1648年の夏から1649年の春にかけて1万5000の兵を引き連れてドニプロを川付近のスイーニボーディの宿営に駐屯した。この中流軍は、ウクライナコサックにとっての予備部隊の機能を果たした。一般に、都外米とフメリニツキーの関係は、友好的なものであったとされている。 これについてはとりわけ、フメリニツキーが1649年のペレヤースラウでのポーランド代表者らと会談した際に、本心からの興奮と共に語った次の言葉が知られている。我が兄弟、我が魂、世界でただ一羽の儲金、我が望みのすべてを行う、用意のあるもの。我らコサックと彼との友情は永遠のものだ。世界とてこの友情を引き裂くことはできない。 都外米の娘婿、ジャンメ・フメトエ・フェンリは、クリミア・タタールの詩人であった。彼は、1648年に、都外米という英雄女子詩を書いた。その思考は、1925年に、クリミア・タタール人の文化復興活動家、オスマン・アクチョクラクルと、ヒュセイン・ボダニンスキーによって発見された。世界的にはむしろ、ポーランド文学の中では最も知られた小説の、 一つであるヘンルイク・シェンケビチの三部作トリローグ屋の第一作目、ヒト・ケンモテ・オーグネム・アイマ・ジャチェムに登場することで知られる。シェンケビチは、トゥハイイ・コール・ベイの死をベレステ・チュコの戦いに設定している。この作品は何度か映画化されているが、イエジ・ホフマン監督のヒト・ケンモテ・オーグネム・アイマ・ジャチェムが最も知られており、評価が高い。この作品では、 トゥハイイコールベイの役はダニエル・オルブルイスキーが演じている。三部作の三作目、パンボ・オーディオフスキー、パンボ・ウィデ・ヨボスキーには、都外ベイの息子アズイやトゥハイ・ベヨビチが登場する。これを映画化した、パンボ・オーディオフスキー、パンボ・ウィデ・ヨボスキーにおいて、その役をダニエル・オルブルイスキーが演じている。シェンケビチの小説のおかげで、都外ベイの名は、後世のポーランドやウクライナ、 クリミアでも広く知られるところとなった。ありがとうございます。